私がこの世に生まれ、まだほんの赤ん坊の子、遠くアメリカアラバマ州モンゴメリーという町、その出来事は、その出来事は予期せぬ形で歴史を変えた。その出来事は、その出来事は一人の控えめな女性の勇気で始まった。1955年12月1日冷たい雨降る夜、仕事帰りの人々を乗せる一台のバス、白い肌は前のドア、白い肌は前のドア、黒い肌は黒い肌は同じコインを払って後ろのドア。その夜も彼女はつつましやかに座っていたのです。正しく表示された後ろの席に座っていたのです。彼女は疲れ果てていました。でも貧しさや辛い仕事にではなく、間違いを受け入れることに、間違いを受け入れることに、そんな人々の心に疲れ果てていたのです。混み合うバス、赤ら顔の運転手が怒鳴り始める。黒い肌の兄弟たちは席を譲らねばならない。諦めのため息、立ち上がる黒い影、彼女だけが、彼女だけが一人座り続けていたのです。沈黙の中ポリスもやってきて、しかし彼女は恐れてはいなかった。その名はローザ・パークス。彼女は逮捕されたけど、その数日後には街中のバスから黒い肌の兄弟たちが消えた。381日間ぬかるむ黒土の道、歩いて仕事に向かう Brothers, Sisters、 彼女の撒いた勇気の種は雑草の根っことなり、わたわた明けを越えた。若きドクターキングも、ドクターキングも驚いた。空っぽのバス、あの冬の夜何も知らなかった私も、あの時のあなたの年をはるかに超えました。あなた泣き跡、あなた泣き跡も、幸福の鎖は絡み合い、あなた泣き跡も、あなた泣き跡も、差別は新たな差別を生み、私はといえば今日もギターを抱え、誰でも座れる自由なバスに乗り込んだところです。 Oh, Sister Rosa、 Dear Rosa、 あなたに会いたい。 Mrs. Rosa Parks、 Mrs. Rosa Parks、少しあなたと話をしてもいいですか。若
小さな島国で76年前絶対に戦争しないという素晴らしい誓いをした国です。世界で唯一被爆の国は大きな傘の下で沈黙します。そんな時シスターローザバスの後ろの席であなたの勇気に思いを馳せます。なんてちっぽけなちっぽけな私でもあなたの勇気を歌い続けようと思うのです。